9月10日、久万高原町和歌山の慶泉亭おもご茶屋で、第23回おもご系フォトコンテスト2023夏季公開審査が行われました。おもご系フォトコンテストは、おもご系を訪れた人に自然の魅力と環境保全について考えてもらおうと、おもご系を愛する会が年に4回、季節ごとに開いているものです。今回の夏季フォトコンテストでは、県内外から40人、102点の応募があり、審査員の好評と合わせ入賞作品の3点と各賞が発表されました。今回もちょっとこの会議の中で申し上げたんですけれども、3名の方非常に熱心に来られてやっておられる方、最初から参加もされてるし、先生を引っ張り出して先生と一緒に歩きながら撮影したというような方もいらっしゃいますし、そういう点で言いますとですね、これ全体的なレベルも相当上がっておるんじゃないかと思います。で、つい先日町で松山の町でですね、展覧会をした時に写真の専門でやられてる方が来られて、お宅のこの写真は最近はレベルが上がったなみたいなこと言われておりましたけど、私も事実そう思っておりません。内心ニヤニヤとしておるところです。で、これからもこのお二人の先生方にですね、ご指導いただきながら、もっともっと素晴らしいものをしていって、コロナが終わったんですから、これでもその40の50の言わずにですね、60、70、80とですね、そのご参加いただくように、いろんな意味でご努力いただくし、皆さんにもご協力いただきたいと思っております。まあ、そんなことで頑張ってまいりますので、また一つよろしくご指導お願いいたします。今回応募されたすべての作品は慶泉亭おもご茶屋に展示しています。また現在、第24回おもご系フォトコンテスト2023秋季の作品も募集中です。詳しくはおもご系を愛する会までお問い合わせをお願いいたします。